イーストフェリシアナ軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2万267人であり、2000年の2万1360人から5.1%減少した。軍庁所在地はクリントンであり、同軍で人口最大の町はジャクソンである。イーストフェリシアナ軍はバトンルージュ大都市圏に属している。 イースト・フェリシアナ軍は1810年に設立されたフェリシアナ軍の一部だったが、1824年に東西のフェリシアナ軍に分割された。軍内ジャクソンの町にマーガレット・ディクソン共生施設がある。1976年に開設され、バトンルージュ氏の新聞、バトンルージュモーニング・アドボケートの編集長を務め、 隣接するウェストフェリシアナ軍アンゴラで、ルイジアナ州立刑務所の分散化を主張した、マーガレット・ディクソンにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は456平方マイルであり、このうち陸地453平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.50%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。イーストフェリシアナ軍ズルイジアナ州公衆安全共生省がイーストフェリシアナ軍ジャクソンでディクソン共生施設を運営している。イーストフェリシアナ軍教育委員会が軍内の公立学校を運営している。ありがとうございます。